こんにちは、そっかちくのことです。今回ね、まいひめ大学のなみさんから、ものすごく面白いね、YouTube チャンネルを紹介いただきました。というのが、この YouTube チャンネル、動画が一本も投稿されてないのに、チャンネル登録者数が8000人に迫るんですよね。これは一体なんでなんでしょうか通常ですね、動画があるからこそ、次の動画に期待して、見た動画の延長線上の動画を期待して、チャンネル登録って起きると思うんですよ。でも、何の動画も投稿されてないところに、 どうやってチャンネル登録させる動機があるんでしょうかね。まあ、つまりはこれはですね、チャンネル登録ってのは何で起きるかっていうことなんですよ。これは動画に期待するんですよ。次の動画に期待するんですよ。その場合、今までの動画があることが一つの指標になるんですけども、何も投稿されてない YouTube チャンネルがどんな動画を投稿するのかなっていうのは、怖いもの見満たすっていうかね、好奇心と言いますかね。いわゆるこれが逆張り発想ってやつなんですよ。 多くの人が動画をああでもないこうでもないって投稿する中で何も投稿してないとどうなるのかなというところに今回特化した YouTube チャンネルですねこれよく見つけたなと思いますよねいや私もね実はね全く動かないことによってどのぐらい人を動かすことができるだろうかっていうふうなそんな実験がねあることは知っているんですよまあ例えばね花火大会でみんな花火を見上げてパーン弾やーとかやってますよねその中でですね 全く空を見ずに、ずっと下だけを見ていると。どうなるのかなってことなんですよね。こういったこととかね。あとはね、まあ、都会の雑踏で人がバーッと歩いている、スクランブル交差点などの中心で、こうやって空を見上げてね、ずっとこうやってるとどうなるのかなとかね。か人は動かないことによって、誰を動かすことができるのかなっていうところなんですよね。で、この YouTube チャンネルね、私も別に登録しませんけども、でもここからね、 習うことっていうのが YouTube って一つはですねサムネイルがありますよねサムネイルそして動画の投稿タイトルこの3つに大体要素って絞られてると思いますけどもこのサムネイルタイトル動画サムネイルかける動画の内容プラスタイトルこの3つのお公式でですね再生数っていうのが決まってくると思うんですよ。 そうなると、YouTube って再生数が出てるわけじゃないですか。まあ、例えばサムネイルをポンと見ますよね。再生数が出てますよね。多くの方がそこに再生をしているっていうことは、話題なんだろうなと思ってクリックするという動機もあれば、もう再生数がね、2とか3。サムネイルパシッとできている。なんでこのサムネイルでクリックされないのかな行ってみようか。みたいな逆動機も起きるんですよ。あとサムネイルが全くなくって、 まあ動画のね、自動的なサムネイルの生成で成り立ってるやつとかね、あれも人目を引いたりするんですよ。あとは、文字だけとかね、真っ黒とかね、真っ白とかね、こういうのもありますよね。いずれにしましても、どの動画を再生するかっていうのは、YouTube を初めて見た方とかね、たくさん見てきた方とかね、様々な見る人の前提条件によってクリックするかしないかって変わってくるんですよ。まあ、例えば、ある人物がですね、こう指さしている、 動画ががサムネイルがあるとしますその動画でものすごく大きな発見をした人は似たようなサムネイルをクリックする傾向にあるんですよね。でも逆にですよこういう風なサムネイルでクリックした結果何だと思った人はもう似たようなサムネイルはクリックしないっていう前提にもかられるんですよね。そういううい風な先入観ができちゃうんですよとなると多くの人がどんなサムネイルでクリックするという動機に走るのかっていう風なこういう風なデータっていうのはね取れると思うんですよね。 で、そのデータを取るために、サムネイル付きの動画をバーっとたくさんアップしてみたりとかね、それからサムネイルのないやつをやってみたりとかね、この動画をアップロードするっていう風な試みになるわけなんですよ。で、バックグラウンド検証とかするわけですよね。あとタイトルですよね。タイトルもそうなんですけど、タイトルは主に、タイトルによって YouTube が拾ってくれるかどうかっていうところに関わるんで、タイトルタグっていうのを使うことになりますけども、今度はね、拾ってもらったら、視聴者さんが自分の YouTube にログインした時に、さまざまなタイトルを見るわけなんですよ。 その中で人目を引くタイトル、気になるタイトルっていうのはやっぱり心理的にあるわけですよね。じゃあそこに対してクリックするみたいなことがあります。例えば今でしたらね、うん、例えばロシアの状態が不安だからっていうので、なんとロシアでこんなことが起きていたとかね、プーチンの影もしたとかね、まあそんなキーワードはもう今更クリックされないと思いますけども、そういうやつとか、あとはね、今感染症が流行り出した時って、食料危機とか、第3次世界大戦の引き金とか、こういうタイトルがよくクリックされたんですよ。 あとは、都市伝説系っていうのがね、いつもいつもこうクリックされちゃ再生されて、いろんな都市伝説を語る人が出てくるのは、やっぱりね、よくわかんないことに対して答えてもらってるんではなかろうかっていう期待からなんですよね。その場合、おどろおどろしいサムネイルとかね、それからタイトルにも、やっぱり今、多くの人が不安に思ってるキーワードをぶち込んでいくとかね。まあ、これはね、削除される、まあ、あの対象になりうるんですけどね。まあ、そういったせめぎ合いの中で、多くの方がタイトルなり、サムネイルなり、動画の内容なりを、 試行錯誤しているのかなと思いますうんでもやっぱりねこういった YouTube チャンネルの作り方にしてもそうですしこういう YouTube チャンネルの作り方でチャンネル登録をずっと上げているっていうのはどんな人なのかなってやっぱね会いたくなりますよね会いたくなるってことはおそらくこの動画を見たいと思っている人がいるわけなんですよなぜ前例がないからこの動画のチャンネル登録者数の 7920日だけ。この人が動画投稿してる形跡がないんで、じゃあお前どんな動画投稿すんでも,もったいぶりやがってみたいな、そんなね、気持ちにもなるんじゃなかろうかと思いますよね。逆に言うと YouTube の動画をいっぱい公開すると、もう手の内が見えちゃってるんで、あ、この人はダメだって期待されないっていうふうな、ね、逆バイアスも起きてくるのかなと思います。ちなみに、電気がチカチカしてますね。はい。 まあでもまだまだ語ることあるんですけども、どんなことからでも様々なものを受け取ることができるでしょうかどうかっていうことがね、情報化社会の中での情報発信以上に大切な情報の受信力っていうものかなと思いますね。じゃあ今回の舞姫大学以上でございます。ナみさん、次回もよろしくお願いします。